はい、今日はゼルの渋井社長との対談ということで、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。サステナビリティのことで具体的に、どういったことを取り組んでいられるかという話なんですけれども、ゼルさんもいろんなことを取り組まれて政策としていて、商品であったりとかされていらっしゃると思うんですけど。そうですね、中野製薬さんに協力いただいて、プライベートブランドとしてですね、シャンプーのトリートメントのシリーズを出させていただいて、今回この件リニューアルをさせていただいてですね、さらにパワーアップして発売という形になっていますが、今のシリーズになってからゼルシリーズ、ゼルシャンプーってなってから20年ぐらいですね。その時から環境にですね、優しいものを目指して作ってほしいというふうにお願いをしてですね、成分解性が高いというのを認識してまして、体にも環境にも優しいものになっていると。パッケージがですね 100% リサイクルのボトルにさせていただいたり、さらにこうちょっと環境負荷がいいものにこう仕上がっているという形になってますので、評価いただける商材なのかなというふうに思います。で、こういうことをやっていること自身がですね、ゼルネットワーク社員にとってもそういうことを意識しようという、ことにつながりますので、とてもいい効果があるかなっていう、そういう考え方も浸透しやすいっていうですね、象徴的なものがあるととてもいいのかなっていうふうには感じています。本当に昔からこれをこうされてたっていうのが私はすごいびっくりしてまして、私も今研究開発本部をこう見ているので、いろいろこう研究者の人間に聞くんですけども、はい、この処方を作るっていうのが結構なんか絶妙なラインで作っているっていう話で、これをこう実現できているっていうのがすごいっていう形の処方にもなってて、それを過去からこうずっと作ってきてて、それがずっと資産となってずっとこうゼルさんにこう使っていただいているっていうのは、すごくありがたいことだなというふうに思いますし、今回の多分リニューアルのきっかけで若い多分ゼルの、社員の美容師さんたちとかもあまりそこのところについてやっぱりこう触れる機会はなかったかもしれないんですけど、このリニューアルのきっかけでちょうどサステナビリティの流れも来てて、そうですね、今の流れでこう全体的にそういった考え方であったり、ゼルさんのこう考え方であったりとか、そういったところがこの商品を通じてすごく浸透すればいいなと。日本人のその近江商品の話もありますけど、やっぱりそういうところはすごくこう日本人も昔から持ってたところなのかなと。で、ロンドンに2010年から12年ぐらいまでいたんですけど、そこでこうお勉強もしてたんですけども、そこでもサステナビリティって言葉は10年、12年の段階で出てましたし、そこでサステナビリティっていう学問自体がもう存在をしてたっていうところで、それがようやく日本にも入ってきて、そういう形ですので、ある意味こう昔から日本もやってましたし、それが言い方がちょっと変わって、それで、最近世の中にも出てきて、そうですね、確かにもうその頃から向こうの人たちは環境負荷に関してすごい意識高かったですね、それも僕らもでも何気なくやっぱり無駄、もったいないっていう意識があるから、もったいない精神はね、ありますよね。だからもったいないとそれもかなりイコールだし、経営にもプラスじゃないですか、無駄の節約をすることによってやっぱり利益を出して、社員に還元するっていうだったり、会社が発展するっていうこと自身はすごい重要な要素なんで、幹部養成講座の若竹塾なんですけど、何かチャレンジしたいものっていうのをこう研究発表する機会が最後にありまして、でそこから起こったことで僕らの取り入れていることがいくつかありました、それがサステナビリティに結構つながるものがいくつかあるんですけど、一つはですね、カラーチューブのリサイクルですね、残液がないようにする、でそれをマイジープロジェクトさんというところにお送りするとですね、行くばっかの少ないお金ですけども、それで換金されてというか、でそれを今度ジャパンハートさんというですね、世界に医療が届かないカンボジアとかミャンマーとか、そういったところの、日本でもそうなんですけども、そういった医療を届けにくいところに医療を届けようという活動されているジャパンハートさんの方に寄付するというような形を、させていただいてます。そもそもですね、残液をそのまま排水に流すということ自身は
非常に経営的にもちょっと無駄が多いですから、うん、それはもう以前から取り組んでまして、あのペットボトルをですねこう切って、うん、で当日そのお客様で使い切れなかった残りがあったら、うん、それを全部ラボのところで貯めていくんですね、うん、で今日1日こうグラム数測って何グラム無駄にしたか、うん、見える化するのはいいですよね。うん、そうですね。サステナビリティっていうのはやはりこうある程度何かを投資しないとこうサステナビリティっていうこう、まあ、コストとして捉えるのか投資として捉えるのかっていうのがあるんですけども、はい、こういったそのカラーチューブのケースってコストも削減できるしプラスアルファでまあサステナビリティっていうか、まあ、環境にも配慮できるっていう、はい、こう結構ウィンウィンなすごくいい取り組みだなというふうに思いますし、あれもこうリサイクルするために全部こう残液をきれいに取らないとリサイクルさせてもらえないっていうことなので、だからやってることでさらにコストも下がるし、そうカクカクになるところでやりますね。頑張ってすごいやってますね。数年前から若手塾のメンバーが養護施設にやっぱボランティアで行ってですね、カットをするカットしてこう子供たちに美容っていうものを触れてもらいながら、今の若い子たちってそういうことに、まあ、正直自分のお休みを使っていくんですけれども、うん、結構積極的にやっぱそういうチャレンジする、うん、でそういうことやる風土があること自身もお店の魅力にもつながったり、学生さんだったり、うん、若い財布にとってもですね、うん、先輩たちがやっぱそういう意識を持ってるってこと自身がちょっと、うん、賛同できるというか、そういうのはやっぱありますね。今の若い子たちの方がちょっと社会貢献したいというか、ボランティアしたいとか、環境に優しい生活をしてみたいとか、したいと意識したいとかっていうのは、まあ、今の若い子たちの方が強いかなっていうふうにちょっと感じますね。うん、まあ、リクルートの話になっちゃいますけども、あの私どものところの、その会社もこう面接に来たときに、まあ、何をこう志望動機でこう考えられて、こうやられてますかっていう話で聞くと、結構こう今まではワックスですという話が、はい、多いんですけども、最近だとやっぱこうサステナビリティ共感してっていう話とか、そういったこともこうおっしゃってくれるこう、ね、学生さんも出てきてたりとか、なんかこう見える目がどんどん変わってきているっていうか、そうですね。そういったところに共感してもらえるかな。だからまあそういったことをね、学生さんがずっと活動する。し続けることによってリクルート最終的には結構リクルートであったりとか、うん、そういったところにもつながっていくんだろうなっていうふうには思います。そうですね、人材のところっていうか、うんうん、まあ、ビューは本当そこの肝ですからね、うん、スタッフ もう採用して育てられるかどうかでビュー室の発展っていうのは決まってると思ってますので、ね、うん、会社自身がこう永続的にこう発展していく、うん、こう考えようと思うと、うん、先ほどのこう無駄のない節約をした業務っていうか、そういったものを大切にしていたり、それをまたスタッフに還元してみんなの喜びに伝えたりとか、だから自分たちのこう意見っていうか考えからこう発信してそういうことをやっていくっていうのはですね、お店自身の活性化とかスタッフ自身がとても成長してきますので、会社の魅力としてもつながっていくのかなっていうと、いい流れっていうか今の時代のその流れっていうのは、まあ、こ うまく僕らも美容界も生かした方がいいんじゃないかなっていうふうには思いますね、うんうん、自分が、まあ、いいことをしているというか、まあ、自己肯定感といいますかね、はい、そういったところのこう結構レベルの高いこう多分欲求のところだと思うんですけど、そういった欲求のところを満たすようなやっぱサステナビリティのスタッフということなんだろうなっていう、確かに、うん、こうリターのところですよね。そう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 、自分の、うん、利益のためじゃなくて、それをすることによって他が良くなって、社会が良くなって、それによって自分も満たされていくっていう、こう自分も満足できるってことなんで、すごく、まあ、そういうのにつながるのかなっていうふうにはすごく思いますね。例えばジェンダーの平等であったりとか、例えばその貧困の問題でも女性が仕事を持ってきちっとした仕事をしてですね、あのお客様のファンがいて稼げる環境があるというかですね、収入を得られる環境があるというのは、実は僕 SDGs が非常に合致している、こうそういったもうこう女性差別なんて変な話は昔からないですし、女性がもっと社会的に進出して稼げるようにするには美容の価値結構高いと思ってるんですね。業界全体としてですね、価値高める方に行って
美容師の社会的なこう地位というかポジショニングをちょっと上げて、さらに、自分たちに、高単価を払っていただくことに違和感がないような感じで、美容師自身の質を高めてですね、先ほど言った心を、そういうことを活動しながら心を育てていきながら、この地域の中にですね、そのサロンがあってよかったねって言われるようなポジショニングにですね、なっていったら、もっと美容師のなり手が増えると。地域の子供たちがあんなかっこいい美容師さんみたいになりたいっていう風になっていただいて、でまた学校の先生たちもですね、美容師稼げないようじゃなくて、厳しいようじゃなくて、ちゃんと稼げて、美容っていい仕事だよねって言われるところに持っていきたいなっていうのがですね、皆さんと協力しながら、これ僕から言わせると美容業界のサステナビリティっていうかですね、持続可能性を広げていくにはそこから始めないとですね、美容師の待遇を良くしましょうというのが、でも今美容界で若い人たちの世代でそこをすごく考えて、美容師のなんていうんですかね、やりがい、働きがい、その環境を整えようって言ってる若い世代の人たちいっぱい多くなってきたじゃないですか。だからあれはもういい、僕はなんて傾向だと思ってますので、まあもちろん中野製薬さんみたいなメーカーさんもディーラーさんもまた学校とかもですね、協力しながらこの業界のステークホルダーはみんなでですね、中野さんにも協力していただきながらやれるといいなというふうには思いますね。メーカーとしても、まあ、今年ビューティーズアートっていうイベントをして、まあ、若手の美容師さんをいかにこう有名な、まあ、ファッションのフォトグラファーの方々とファッションデザイナーの方々と一緒にコラボレーションさせていただいて、いかにこう美容っていうのはすごいものなんだよと、まあ、素晴らしいものなんだよとか、あとこの若手の美容師さんが立つステージをこう用意してあげるとか、それをこう一般の方々が見てもらえるであったり、社会に触れられるとか、なんかそういったことをすることによって、まあ、美容師っていう職業っていうのはこういうもんだんだっていうことを、なんかこう世の中にこう知ってもらいたいっていう、そうですよね、社会とコミュニケーションをしたいと。美容界だけのイベントじゃなかったですもんね。そう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 、前の他のファッション業界だったりとか、うん、他の業界の人たちも触れる、うん、そことの接点を出したいと、うんうん、すごくその中野さんのこう考え方っていうか、それが出てましたですよね。だから新しい業界の中でも珍しいこう形のイベントだったんで、まあ、そこにあるわけですね。その業界だけじゃなくて、外に発信して美容師の魅力をこうより高めたい、もしくは発信していきたいっていうことなんですね。そうですね。だからそこがやっぱりこう付加価値を、美容師の付加価値を上げるときには絶対に必要なことなんじゃないかなというふうに思って。なるほど。そうするとやっぱりそこからファッションからこう美容界にね入ってくる人も来ても嬉しいですしね。そうそうです。いろんな可能性がね、やっぱ美容師さん持たれてると思いますし、うん、もちろん髪の毛を切ることが全てではないと僕は思うので、うん、まあ、いろんなこう美に関することであれば、やっぱり何でも私はこう好きなことがあれば、やっぱり得意なことがあればどんどんチャレンジしていくべきだなというふうに思いますし、うん、そういった、まあ、美容業界になっていけば、まあ、必然的に単価もどんどん上がっていくんじゃないかなっていうか、うん、で、美容師になりたい方々も結構いろんなキャリアを考えられるので、やっぱ単純にこう美容師でスタイリストになって、ずっと店長になって、でずっとそのままこうっていうことではなくて、例えば違う路線のところにチャレンジできるようになったりとか、うん、なんかいろんなキャリアパスが美容業界でも生まれてくるとすごくいいなと思います。なるほど。そういうイベントだったんですね。そういう素晴らしいですね、背景にはまだちょっとね、歩きよちよち歩きなので、これからどんどん鍛えていいイベントにしていきます。今後ともよろしくお願いします。